中条あやみさん、26歳、推定サイズは B です。イギリス人父と日本人母を持つハーフで、本名は中条あやみポーリン。実はミドルネームがあやみで、ファーストネームがポーリンなので、親しい人からはポーリン、ポーちゃんと呼ばれているそうですよ。14歳の時に家族旅行先のグアム空港でスカウトされ芸能界入り。ファッション雑誌セブンティーンの専属モデルオーディションに応募し、見事グランプリに輝きました。翌年には東京ガールズコレクションに出演、7月期ドラマで女優デビュー。17歳の時にホラー映画にて映画初出演で初主演を務めました。18歳で人気女優が数多く出演してきた CM ポカリスエットのキャラクターに抜擢。この時期から多忙になり、大阪の高校から東京の高校へ転校しました。20歳の時に主演映画覆面系ノイズ公開に伴い CD デビュー。当初歌に苦手意識があり、カラオケも極力参加せずに過ごすほどでしたが、徹底的にボイストレーニングを積み才能を開花させました。また同年公開された映画チアダンでも苦手だったダンスを克服。この苦手なジャンルを同時に2つもやる機会に、後のインタビューで修行のような1年だったと話しています。22歳の時には白衣の戦士で連続ドラマ初主演。可愛い白衣姿と白衣越しからでもわかる海外仕込みのお尻に、視聴者たちの亡霊からは白い天使が大量に放出されたことでしょう。俳優業以外にもアナザースカイの MC やぐるナイのゴチになりますのメンバーに就任し、お高く止まっていない可愛くて頑張り屋な性格がお茶の間に広まり、人気が高まりました。25歳の時には高級ジムからレギンスだけを履いてカッポする姿を週刊誌が激写。 SNS では形が丸わかりやないかと喜びの声が湧く一方で、なんで後ろ姿も一緒に抑えなかったんやと、チリ派のニキたちは憤りを禁じ得ない様子でした。そんなニキたちのために行列のできる法律相談所に出演した際にパルクールに挑戦した様子を載せますね。目を凝らすとポーリンちゃんのおパンラインが見えますよ。素晴らしい。終わり。